Ricky? Ricky Dozen, where are you? You're not dead. You're alive. Every time I come to Japan, I see your face. In my memory, on TV, newspapers and magazines, people ask me, do I remember Ricky Dozen? How could I forget? You brought pro wrestling to Japan. You had some great matches. Mike and Ben Sharp, Freddie Blassie, Who Says, and oh yes, The Destroyer. I first met you in Hawaii in 1956. Oki Shikina introduced us. Then our matches. How could I forget your vicious chop? You knocked my teeth out. And then, Yonaji Gatami, the figure four leg lock. You were tough, Ricky. Plenty of guts. I liked your style. I'd like one more match. I beat you in Osaka with a figure four leg lock, and you beat me with a suplex at Sendagaya Taikan. And we had one draw, so it's 1-1-1. I remember our last meeting. It was Friday, December the 9th, about 7:45 p.m. You asked me to stay to go to a cabaret. But I couldn't. I had a match the following night in Portland, Oregon. I have that gut feeling that if I stayed, you'd be alive. この試合が力道山生涯最後の宿敵、覆面の魔王ザ・デストロイヤーとの死闘。昭和38年12月2日東京体育館からの日本テレビの日本プロレス中継。この試合が力道山のインターナショナル選手権試合最後のテレビ放送となった。力道山は一勝も挙げておりません。レスラーのメンツにかけても何としてもデストロイヤーに打ち勝つんだというチャンピオンの力道山です。240パウンド当選者のザ・デストロイヤー。なりました。決勝の3本目です。なんとか空手打ちのきっかけをつかまなければなりません。チャンピオンの力道山です。あっと反則のパンチが3本目にして初めて出ました。デストロイヤーの反則のパンチ。しかしチャンピオン力道山に対しての反則攻撃はかえって墓穴を掘るようなものであります。力道山の空手チョップのタイミングが出てまいります。ニードロップ、しかし激しいニードロップです。膝落としを辛くも力道山、足をロープにかけましてブレークで逃れました。両方の膝を使います。ダブルニードロップ。左足をうまく外しました。力道山、デストロイヤーは大きく尻餅をつきました。空手打ちが出ます。空手打ちが出ます。空手打ちが出ております。しかし腕を交差させてそれをなんとか防ごようというザ・デストロイヤー、ロープに詰まっております。場外へ転落しました。
これはもちろん空手打ちを封じる作戦のうちに入っております。またも場外へ逃れました。さあ1対1の後、決勝の3本目です。チャンピオン力道山にとっては18回目の防衛戦です。またも4の字固めの体勢ですが、力道山辛くも寄せました。左足を取られております。体を逆転させまして、チャンピオンの力道山、二度と同じ技にはかからないと自ら言っております。この足が入りますと四の字固めになってしまいます。入ります。セコンドの東郷がロープ際に倒れております。力道山に盛んに応援を与えております。四の字固めの体勢に入りました。しかしデストロイヤーロープを掴んでおります。ロープを掴んでおります。力道山もロープを掴みました。ロープを掴みました。ロープ際での四の字固め、これはロープブレイクです。絶対に固まってしまいます。四の字固め、この体勢に入りましたが